6月21日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日報放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、立川志らくです。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日報放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんがこの有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週月曜日の助っ人パーソナリティは立川志らくさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今のね、辛坊さんの声を聞いて、はい、私もニュースで知ったんですけども、わ、本当良かったなと、無事ついて良かった、それで、今なんかもうみんな喜んでて、相棒だったのヒロさんなんか、はい、涙ぐんでたでしょ。そうですね。で、ここまで良かったんですよ、はい。そしたらね、もう皆さんご存知の通り、また乗って帰ってくるって、それどういうことなんですか、それは。そうなんですよ、そうなんですよ。やっとゴールって思ったのにね。ゴールじゃないじゃないの。そうなんですよ。まだ半分じゃないの。たった半分だったんですよ、実は、ね。このみんなの、わあ、おめでとう、成功した、わあ、と拍手と、はい、ヒロさんの涙を返せってことですよね。だって、帰りはまた何があるか分かんないしね。そうなんですよね。もうこれはだって心配だし、だって出かける前にその上のことを辛坊さんだって分かってるでしょ、だって行ったらどうなるか、行って初めて気がつくような問題じゃないでしょ。確かにそうですよね。そう、だから何も言わないってことはね、行ってきますと、はい、で、向こうで着いたらば、おそらく、ヨットは何らかの形で、大型船に乗せるとかね、はいはい、そのお金持ってないわけじゃないんだから。そうそう。そしてなんかいろんな理屈並べてね、はいはい、なんか捨てるわけにいかない。それはもちろん捨てるわけにいかないですよ。はい、処分するわけにはいかないですよ。うん、それは車だって、自転車だって、ね、長いこと乗ってたら愛着がこう湧いてくるし、ましてや苦楽を共にしたね、この何ヶ月間か、本当に生死をかけた戦いを共に戦ったヨットだから、処分したくないって気持ちはわかるけども、うん、乗って帰るってことは最初から言っとかないと、それは。本当にそれが大人というものですよね。そう、私もね、辛坊さんの代わりにラジオやらせていただいて、本当にありがたい。だけども、まあそろそろもうおしまいかなと。一回こうテンションが切れかかってるわけですよ。もう。で、ゴールしたったから、あ、もうあと一回か二回やったら、ね、これで辛坊さん本当に長い間、私も勉強させていただきました。ありがとうございましたって、テンションをこう切ろうとしたところで、ネットニュースで、おい、帰ってくるとか、言うぞ。もうね、これびっくりですね、これは。どういうことなんですか、ね、これね、それは辛坊さんは偉大な方だけど、ちょっと誰か怒らないといけない。一括をね、ちょっとピリッとね、どなたか一言ね。そんなら最初からそう言っときなさいよと。最初から向こう行ったら戻ってくるから、それまで、はい、数ヶ月かかるよと。うんうん、言っときゃね、あ、とりあえず半分終わったんだっていうふうに。だからね、コロナのこの緊急事態宣言と同じですよ。はい、ね、1ヶ月って言ってるからみんな頑張ってんのに、はい、1ヶ月だとまた延長ですみたいな。なんかどっかで同じような気持ち感じたなと思ったら、辛坊さん、緊急事態宣言みたいなことやってて。なるほど、ね。ちょっとそれは直接、志らくさんから辛坊さんにぜひお伝えいただきたいですね。そうだから本当にね、いやでも帰ってくるってのは、まあすごいってやすごいですけどね。これから台風シーズンにもなりますしね。で、私ね、うん、この間、他局のね、テレビ番組のロケで地方に行ったんですよ。で、それ、世界谷地っていう宮城県のね、まあ、ものすごい湿地地帯、ばーっと広がってる素晴らしいとこなんだけども、そこに今から20年ぐらい前、まだだから私が30代ですね、はい、プライベートで友達と行った時に、台風にぶつかっちゃって、それとも見に行こうっつってね、風速30メートルぐらいのところ歩いたことがある。はい、で、ちょっといろいろ思うところがあって、今回テレビ番組でそこを訪れたんだけども、30代の時は台風の中でも、普通に結構ね、登山といっても標高の700メーターぐらいのところまで車で行って、そこからは15分ぐらいほぼ歩きで、ちょっと坂道があるぐらいで、大した登山じゃないんだけども、台風の中でもとりあえず、往復できたんですよ。で、今回ね、まあちょっと雨は降ってたけど、どうってことないだろうと思って、15分ぐらいのね、山道で俺、ね、息切れちゃって、もう全然歩けない。もう、はぁ、あ、はぁはぁはぁ。やっぱり体力は。その私よりも辛坊さんは、
年上なんです。そうですね。その人がね、うん、台風の中歩くのが大変なのに、その海ヨットに乗っかってね、はい、今回だってこれ戻ってくるとなら台風にぶつかる可能性は十分あるわけでしょ。そうなんですよ、そうなんですよ。でしかもなんかこう足腰のね筋力がちょっと弱くなっちゃってるって、うん、2ヶ月かけてね向こうに行ってってことをおっしゃってましたしね。本当に大丈夫なのかなって気がしますよね、うんうん。だけど顔見たら驚きましたね、ひげ生やしてでそこはね、はい、私はねハリウッドスターみたいになったなと、かっこいいな。でさっきそこでねたまたま、来てた浅草キッドの水道橋博士、辛坊さんの顔みたいな、なんかアラブの指導者みたいな。ひどいこと、ひどいってわけじゃないけど。まあ、いろんな見方がありますよね。私は素直にもう感動してたから、はい、おめでとうございます。だから、わ、なんかもう精悍な、ね、顔つきになって、ひげの姿が、なんかハリウッド映画に出てくるスターみたいだなと思ったんだけど、うん、確かに、そういう指導者っぽいところでさ、なんか達観しちゃって。ありますよね。だからもう、リスナーのね、皆さんだってね、辛坊さんがこの日本放送に戻ってきて、辛坊さんの声で、この旅の話を聞きたいわけですよ。まあ、何があったか詳細にね、聞いてみたいですね。そうですよ。本当に細かにしか、話を聞いてないんでね、はいはい、どんなに大変だったのか、何を、そこまで自分をね、駆り立たして、この番組が去年の秋から決まってね、うん、普通の大人だったら、レギュラーが、このね、月目で決まったらね、そんなことがあったって普通ね、行くとは言えないと思うんですよ。そうですね。普通はね。本当に。それを行く。で、みんなに迷惑をかける、うん。だけども行きたいんだ。その行きたい、あれはこうなんだ。それが間違ってなかったんだ。自分がヨットに乗ってて、こうこうこうだって、それをみんな、ああ、なるほどなって、それを聞きたいのに。うん何をまた戻ってくるまたね、だからちょっとたっぷり番組でこの席についてお話しされるまでには時間がかかりそうですので、まあでもスタッフの人たちもなんかちょっと少し感づいてたみたいですね、うん、まあ一筋縄ではいかないタイプなのでね、うん、何かあるんじゃないかね。私もね、スケジュールじゃあ、7月8月、はい、9月のスケジュール今決まってるの仕事入れといてってマネージャーに言って、で送ってもらうわけですよ、はい、メールでね、はい、するとね、うん、9月の予定にもね、はい、このラジオが入ってるのよ。おかしいな、あれ9月ってもうとっくに終わってるはずなんだよなと思って、あれ7月も8月も9月もびっちり入ってるよ、全部って。だからその頃から嫌な予感はしてた。予感はね、とりあえず来てもらえるように確保だけはしておこうっていうね。もう本当にね、でも本当に戻ってくるんだったら、気をつけてたって自分がいくら気をつけたってね、これどうにもなんないから。そうなんですよね。まあでもね、なるべくね、こう、安全じゃないことをしないように避けてね。そうですよ。うん、ちょっと気が、変わったらハワイあたりで、降りて、うん、で、飛行機乗って帰ってきたっていいじゃないですか、別に。そこでね、船手放してね。誰も文句言わないですよ。そうですよ、そうですよ。まだその手もありますね。そうそう、ハワイで、はい、そこに金髪美女かなんかこう置いといて、そうですね、でホテルに拉致して、それでヨットを隠しちゃうってヨットどっか流れちゃいましたよ、だって。ないですよ。ないですよって。あ、その手段もありますね。まだね、考えられる手としてはね。ちょっと、そんなこともおいおいね、辛坊さんとね、はい、またつないで話していけたらなと思っております。はい、さあ、ズームそこまで言うか。まず、今日の株と為替の動きからお伝えしていきます。うん、今日の東京株式市場、日経平均株価、大幅に続落しました。先週の金曜日に比べまして、953円15銭安い 28,010 円93銭でした。アメリカ連邦準備制度理事会 FRB が利上げ開始を前倒しするとの警戒感が強まって売りが先行しました。下げ幅は一時1000円を超えまして、取引期間中としてはおよそ4ヶ月ぶりの下落幅になりました。また為替相場は現在1ドル109円80銭付近で取引されています。先週の木曜日と比べますと25銭ほど円高になっています。さあ、ズームそこまで言うか、今日4時台には東大王でおなじみのクイズプレイヤー、はいはい、伊沢拓司さんをお迎えいたしまして、はい、最近の気になるニュースに関するクイズを出題してもらいます、はい。ラジオを聞きの方と
一緒にね、志らくさんにもちょっと答えてもらいますので、はい、わかりました。よろしくお願いいたします。で、その辛坊さんなんですけれども、5時のオープニング、辛坊さん、今サンディエゴでどんな風にしているのか、何をしているかというのを、うん、実はですね、私、先ほどお昼過ぎに、ちょっと辛坊さんに聞いてるんですね。あ、そうですか。はい、そのインタビューの模様を、お送りしたいと思います。はい、日本に向けての出発日はいつなのかというのをね、実は聞いちゃっていますので、うん、あ、もう分かってるんですか。聞きました、はい、それをね5時に、発表させていただきます。でさらには現地サンディエゴにあるいますこの番組の鍋谷ディレクターによります辛坊さんの近況レポート5時の鍋谷です。何なんですかそれもうお送りする予定ですのでご期待ください。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。それから聖書のプレゼント企画、フォレストパークメロンの森のオリジナル品種さやかメロンの当選者、先週木曜日分の発表になります。まず港区にお住まいのひとみさん、板橋区のひろきさん、台東区のかおるさん、和光市にお住まいのしんたろうさん、柏市のさくらさんです。おめでとうございます。美味しかったですよね。あれはね本当に美味しいですね、はい、たっぷりと味わってください、うん、はい、ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースにズームしていきます。ズームそこまで言うか、毎週月曜日は立川志らくさんとお送りしています。でこのコーナー、ニュースデスクの森田浩二さんにも入ってもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。東京都の小池知事は19日、東京オリンピック・パラリンピックの期間中に設置予定だったパブリックビューイングをすべて中止すると発表しました。東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会が新型コロナの変異株の対策を強化し、特定の国から参加する選手の行動規制を強めることに関し、インドオリンピック委員会が不公平で差別的だと反発する文書を送ったとインドメディアが報じました。昨日公開された東京オリンピック・パラリンピックの選手村は、新型コロナの対策として総合診療所や感染者に対応する発熱外来が設けられます。また、選手村での飲酒について、プライベート空間での一人飲みは認め、選手村の公園など共用スペースでの集団飲酒は不可とする方針を示しました。企業や大学などでの新型コロナワクチンの職域接種が今日から始まりました。政府によりますと、18日午後5時時点で累計3479会場、1373万人分の申請がありました。今日から東京都など7つの都道府県では緊急事態宣言が解除され、まん延防止等重点措置に移行されます。酒類の提供は午後7時までとされているほか、東京都では利用客1グループ2人まで、滞在時間は90分までとする独自の制限が設けられています。 JR 東海は昨日、静岡県知事選挙で4選を果たした川勝知事が反対しているリニア中央新幹線の建設工事に関し、知事選挙へのコメントは控える、引き続き大井川流域の皆様の懸念解消に努めるとの談話を発表しました。サッカーワールドカップのアジア二次予選のため来日し、帰国を拒んだミャンマー代表の選手が昨日記者団の取材に応じ、明日22日に難民申請をすると明かしました。他のチームメイトはすでに帰国しています。エンゼルスの大谷翔平選手は日本時間21日のタイガース戦で3試合連続となる今シーズン23号のツーランホームランを放ちました。これで大谷選手はホームラン王争いで両リーグトップに並びました。今ふとこう気がついたんだけど、大谷選手ってものすごく顔ちっちゃいじゃないですか。ちっちゃいですね。これが現代なんですよね。日本のプロ野球のスターって松井
選手もそうだし、落合、うん、長島、うん、もうみんな顔大きいんですよね。あ、うん、確かに。で、どうでもいい話なんだけど、うん、ゴジラ、この間ハリウッドのゴジラ、顔ものすごいちっちゃいです。日本の昔のゴジラって顔ってすごいでかいんですよ。確かに。で、シンゴジラだとやっぱ顔はちっちゃくなるんだけども、だから日本はね、時代劇の昔の東映の時代劇ってみんな顔でかいでしょ。片岡千恵蔵だとか、ね、みんなでかいんですよ。なんか これが今時代の流れなのかなって今ふとちょっと、あ、顔がちっちゃくて日本のスターってまたすごいなと思いましたけどね。ですね、ニュースの方だと、はい、この緊急事態宣言が解除されて、このよくわかんない、まあ、7時っていうのはね、これに対する不満も当然出てくるんだけども、うん、利用客1グループ2人までって、これがちょっとね、よくわかんない、ね。地方自治体によっては違うんですけれども、うん、国は4人以内という指針を出していたんですが、東京都は2人以内ということで、夜の7時まで90分以内。嘘をつくお客が出てくるって言ってね、それに対して、文句をお店言えないと。うん、だから、二グループ別々に入って、もう四人。これ、四グループ入って、いや、我々別に関係ないですよ。で、これ飲んでるうちちょっと意気投合しましたって言われた日にはね、店側からちょっと待ってくださいってこれ言えないし、このね、一グループ二人までっていうのがね、めんどくさいんですよ。だからもう私前から言ってるんだけど、一人でいいと。それで時間は別に10時でも11時でも一人酒っていうのは、いいじゃないですか。まあそれだってね、嘘つくのが出てくるかもしれないけども、基本一人でおとなしく飲みましょうっていう、そういうふうにすれば、それで感染対策がきっちりできてれば、別に夜営業時間は、感染対策ができてれば10時でも11時でも構いませんよってしてあげた方が、お店の方としても楽なんじゃないかなって気がしますけどね。埼玉県は一人あるいは同居家族というふうになってるんですが、やっぱり同居家族というのも困りますよね。そうなんです。同居で家族って言って、はい、まあ恋人同士とか、それも嘘つかれたら嘘でしょって証明書を出せってわけにいかないでしょ。サラリーマンが4人3人ぐらいで、いや私家族なんだけどって一緒に暮らしてるんですけどって、いや嘘でしょとは言えないもの。でも絶対言う人出てくるでしょ。ここら辺のこの決め方がね、なんかモヤモヤしてますね。まあオリンピックの問題は、また志らくがオリンピックの話をするとね、後ろ向きなことばっか言って、もう始まるんだからもっと前向きなこと言いなさいよって、そういう言葉もあるんだけども、今もうみんな言い始めてますよね。情報番組、先週も言いましたけども、オリンピックが始まったら手のひらを返したように、番組はオリンピック感動しました。そしてコメンテーターもみんなオリンピック、素晴らしいってこうなる。私は、この間ワイドナショーで松本人志さんが、それとことは別だろうっていう言い方をしてました。確かにそれは、別といえば別ですよ。だって我々がオリンピック延長だ、中止だって言ってるのは、そのオリンピックの内容云々じゃないんだから、なんか選手に対する恨みは一切ないわけですよ。選手はやる限りには応援したい。ただ彼らがこれからオリンピックをやる、その命をかけた場所を反対だ中止だって言ってる我々からすると、その場を奪おうとしたわけですよね。その奪おうとした人間がオリンピック開催したからといって、金メダル、感動しました、素晴らしかったっていうのは、あんまり選手とも言われたくねえだろうっていうね、そういう気持ちもあると。だからそろそろスタンスを決めなくちゃいけないから、私は、ブレることなく、選手、個人としてはすごく応援もしてるしね、素晴らしい、その、競技を見たらば、素直におめでとうって言いたいのはあるけれども、でもやっぱり、中止反対をずっと言ってきたから、私はブレずにずっと期間中もその目で見ていきますね。だから素直にこのオリンピックを楽しめない自分がいる。だから前回のオリンピックのように、の天気にね、こう、後でせんべいかじりながら、こう見てるっていう自分はいないなっていう、一生懸命こうオリンピック見てられないなって、これはしょうがないですよね。だからそのスタンスは私は、だからこれから、情報番組に出た時に、志らくのやつはテンション低いなって言われるかもしれないけども、そこは大人だから、別にノーコメントってわけにいかない。そのコメントすることでこっちはお金をもらってるから、一応コメントはするけれども、そこで脳天気に拍手はできないなっていう自分がいますね。専門家のね、尾身茂会長たち、専門家の有志も、もう開催そのものよりはもう無観客が望ましいということで、開催についても触れませんでしたけれども。そう、結局うまくずらされちゃったんですよ。はいはい、中止か開催かの議論のはずが、お客を入れるか入れないかに、
そうするとね、野球だってね、サッカーだってやってるじゃないかっていう人がいる。はい、でもそれは子供の理論であって、授業中に居眠りしてたら、お前居眠りすんな。いや、だって、あの子だって居眠りしてたよ。だからいいじゃないかって。それと同じなわけですよ。うん、だから、野球もやってるじゃないか、サッカーもやってるじゃないかって言い方をするんだけども、確かに同じ競技ではあるんだけれども、サッカーだとか、野球を、観客を半分ぐらいして入れてるっていうのは、オリンピックをやるためにそうしたんじゃないかって、そういう見方だってありますよね。だから映画館だとか美術館だとか、そういったところは全部、開けちゃいけない。でもイベントは、やっていいよ。お客をこのぐらいにしたらやっていいよっていうのは、ここを OK にしときゃ、後でオリンピックやるときに、ほら、こっちやってんだもんっていう、その理屈成り立たせるために、偉い人たちが考えたんじゃないかっていう、そういうものの捉え方もあるから、だからみんな言うのは、サッカーや野球やってんだから何が心配だ。で私は専門家じゃないから、全く、15人ぐらいしかね、東大の発表だと感染者増えないかもしれない。開催してもね。開催しても。でも私、こういう感染するね、その人の生き死に扱うのをね、15人とか人数でこういうのは、だってその15人なんか自分が入ってたらどうすんの、自分の大切な家族が入ってたらどうすんの、だから数の問題じゃないんですよ。それは15人だからいいじゃないかっていうのはね、それは2000人か15人の方がいいに決まってるんだけども、そんな簡単な数で割り切れる問題じゃないと私は思いますね。一方で都内のパブリックビューイングは全て中止ということですから、このオリンピック中に人の流れを抑えるというのもまた難しいと思うんですけどもね、オリンピックを開催することによって感染者が減るというのならば、やればいいのに、減るじゃなくて増える可能性があるなら、やっぱり私は中止延期っていうのは最後まで言っておこうかと思いますけどもね。以上、ズームフラッシュでした。6月21日月曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから立川志らくと日本放送の増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で、毎週月曜日助っ人パーソナリティの立川志らくさんとお送りしています。今日もね、5時台には辛坊さん の、 インタビューした声と、それから現場にいる鍋谷ディレクターをね、つないで、お届けいたしますので、そちらもお楽しみになさってください。で、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、まだまだお待ちしています。メールは zoom@1242.com。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでどんどんつぶやいてください。さあ、この後は東大王でおなじみのクイズプレイヤーの伊沢拓司さんをお迎えいたしまして、最近の気になるニュースからクイズを出題していただきます。立川志らくさんとお送りしています。ズームそこまで言うか。この時間はゲストの方をお招きしています。あの東大王でおなじみのクイズプレイヤー伊沢拓司さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。先月に引き続きありがとうございます。そうなんです。前回は電話だったんですね。電話で出させていただきまして、はい、来ることができました。ここに良かったです。今日は生でね、はい、ご登場ですよ。よろしくお願いします。生でご登場。志らくさんと伊沢さんは、はい、ずっともうグッドラック、ずっと1年以上ね、はい、一緒にやってきましたから、はい、お邪魔させていただきまして、いろいろ勉強させていただいて、いやいやいや、勉強は私がさせてもらいました。いやいや、僕が本当に1年前やらせていただいて、いや本当に。で、僕が MC やってクイズ番組に来ていただいたりとかも。はい、そうなんですよ。なんかね、5時間ぐらいで収録したんですよ。もうアドリブのクイズ合戦なんだもん。そうなんです。もう1時間ぐらい伸びちゃって、収録も。たった1問のね、クイズだけでね、なんか1時間近くやってたじゃないですか。そうですね。一問クイズ出して、そこからこう派生のクイズをどんどん出していくんですけど、アドリブで。そう。押しに押して。クイズの格闘技みたいな感じで。見ていただいて、本当にありがたかったです。まあ、お聞きの方もね、多分、はいはい、伊沢拓司さんのことはもうね、はい、よくご存知の方多いと思いますが、一応プロフィールのご紹介というのをさせていただきますね。はい、お願いいたします。伊沢さんは1994年埼玉県のご出身ということで、現在は27歳。若いね。27歳、ありがとうございます。ですね。で、開成高校ではクイズ研究部に所属して、2010年11年全国高等学校クイズ選手権で番組初の個人2連覇を達成。これ2年連続でっていうことは、はい、そういうことですね。高校1年生と2年生の時に優勝させていただいてという感じでした。
で、それを経て2013年に東京大学に入学、はい、で2016年に楽しいから始まる学びをコンセプトに立ち上げたウェブメディアクイズノックで編集長を務めて、登録者数が160万人を超える YouTube チャンネルクイズノックを企画出演されているということですね、はい。でまた先週の土曜日にはこの日本放送で伊沢拓司のオールナイトニッポンゼロでパーソナリティも務められた、はい、なので30時間前にあの放送を終えて、よしやったぞと思って日本放送出たらまた戻ってくるということでまたまたお世話になっちゃいます。よろしくお願いします。反響も、はい、なんか来てますか。来てます、来てます。埼玉県の富士見市のリアル生ハゲさん、はい、うん、伊沢さん、オールナイトニッポン最高でした。ありがとうございます。ぜひ続けていただきたいと思います。知的でセンスのいい番組で、かつてのタモリさん、ジキルハイドさん、それから糸井五郎さんみたいに伝説として長く語り継がれるパーソナリティになりうる条件を満たしてあまりあると思って聞いていました。どうですかラジオは。いや本当に楽しいですし、ずっとやりたかったんですよね。あの個人名、自分の名前でのラジオなので、もう本当に意気込んでやったんですけど、もう1時間あっという間というか、本当に僕のやりたいことだけあって、僕の友達をゲストに呼んでただただお話ししたりとかしてたんですけど、ええ、ラジオやりたいんだったら志望さん当分帰ってこないかいやいやいや、ここの席恐縮すぎますけど本当にあれだけ まとまった時間をお一人でっていうのは初めてなんですね、はい、そうでしたね。2時間でというのは初めてでしたし、うん、もう本当一人も初めてだったんですけど、まあ、やりたいことをもう打ち合わせで20分ぐらいずっと僕が話して、うん、でスタッフさんも落ち着きましたかみたいな感じですごいなんかこう慣れて初めてと思えないような語り口調でこう、ね、進行されてて、本当にそう言っていただけるんですね。クイズを、はい、私のイメージだとね、クイズ得意な人ってね、はい、浅く広くなんですよ、はいはい、うん、でまあ、それでクイズ番組って昔私が、学生の頃大体それでみんなね済んじゃってた、はいはい、だから私もテレビで見てて、私は結構専門的なことに関してはものすごく深いけども、はい、広く、浅くは知らないんですよね、うん、だからああまあクイズ強いやつっていうのは大してものを知ってるように見えて知らねえんだなっていうふうに思ってたのが、はい、伊沢くんの登場によって深く広くって、いやいやいや、何なんですかさ、深く広くっていうとね、はい、もう私なんか太刀打ちできないんですよ、いやいや、深く広くっていうと。でも最近の、それこそ最近のテレビになったおかげで、昔ってインターネットがなかったから、はい、調べられなかったんで浅く広くというか、浅く広くでも十分賢そうに見えたのが、うん、今浅く広くだとみんな見破れちゃうんですよね。もうこいつは浅く広くなんだなと、ネットで調べればすぐ出てくるじゃん、うん、ってなってるので、クイズ番組が問うものがより深くなってきたとか、で僕自身もその浅く広くをやった後に、あこれ面白いな、あれ面白いなをインターネットで広げられたから深みが出せた部分もあると思うので、本当に時代の要請というか、それのおかげで今ここに立たせてもらってるのかなという感じがしますね。クイズと例えば東大に入るその勉学と、はい、全く使うのは違うんですか、同じなんですか。いや結構違いましたね、やっぱり。それ違うんですよ、はい、クイズはもう本当に興味と、あとやっぱ、うん、テレビに出た時に面白そうな問題になるので、学問だと面白くなくてもやらなきゃいけないところっていっぱいあったので、うん、だから受験の時はかなり苦労しました、考え方変えるのに。はい、でも受験とかそれ大学入ってからの成績ってどうなんですか。受験の時はもう1年前、大学入る前の高3の始まりの時は一般の東大模試とかじゃないところで偏差値50ぐらいで全然出なかったんですけど、うん、まあ、それもでも発想を変えて、もうクイズと同じようにやっちゃダメだと、基礎の基礎からやろうと思って、中学3年生の教科書からやり直していったら、もうほんと1日12時間ぐらいずつやっていって、なんとか合格ラインにみたいな感じで、勉強1日12時間ずつぐらい、はい、やって、もうほんとだから受験生の時は受験勉強以外は全く何もやってなかったような1年間でしたね。私が高校の頃やってた勉強って、はい、授業は集中力がないからね、はい、好きなものに対する集中力があるんだけど、それが英語だ国語だなんだっていうと全然興味がないから、はい、人の話を聞けないから他のこと考えてるんですよただ高校の頃の成績は、私は優秀賞もらうほど、はい、表彰状もらうほど、はい、学年でベスト10入りするぐらい成績良かった、すごいですね。それはね、教科書ガイドみたいなのが本屋で売ってた。なるほど。で、それを買ってきて試験の1日前に全部丸覚えしたの。賢い。そうするとね、もう、本当に100点近い点数取れて。そうですね。ガイドにどう出せばいいか書いてあるわけですから、ね。そうそうなんです。で先生も随分楽な仕事してんなと思って、なんだこれと思ってね。本当ですね。
ない。それで成績が良かったんだけど、困ったのが、身につく学問じゃないの。教科書ガイドを覚えてるから。覚えてるだけだから、試験終わって忘れちゃうわけですよ。本当ですね。先生にはなれるかもしれないですけど。それでね、学校の先生からものすごい成績優秀だから、国立のどこそこを受けてくれとか言われても。はいはい、で、実際それ試験やるとね、何にもわかんない。はい、0点に近いぐらい何も取れない。あんな優秀だったね、はい、生徒が試験になると、全く、はい、学校の決まった試験ならいいんだけど、はい、それ広いとこは全然、だから、すごいですね。ダメだったですね。その裏技を開発したのがすごいですね。それは、はい、いいことなんですか？いや、でも、そういう発想の転換ができるっていうのは、学校のテストでは点取れないかもしれないですけど、うん、他のところには間違いなく役に立ちますよね。ああ、なんかすぐ覚えちゃうって、ね。はい、いや、そうですね。それこそクイズも、やっぱり、クイズを作ってる人がどういう視点で見てるかみたいな発想に立ち返ることが大事になってくるので、うん、クイズ作家が書いてる本読んだりとか、うん、あと TBS だとこの映像が使えるなみたいなのを考えて解いたりとか。そこまで考えるんですか？はい。もうじゃあもう、プロデューサーだとか放送作家の。そういうことでしたね。一回、エクスペディアっていう旅行サイトの、動画から問題が出たんで、どこの国でしょうみたいな。エクスペディアの動画全部見て、この映像はこの国っていうの全部覚えて、行くようにし て, って、でも作家さんも新しいの考えるんで、時期に出なくなってみたいな。本当その追い抜き合戦でしたね。あ、じゃあ作り手との勝負にもなってるんだ。そうですね。もう一番作り手と勝負してます。どちらかというと、相手というよりは。みたいな感じでした、ね。もう、東大王にしてももう難しいのなんか何のこっちゃか分からないでしょ。そうですね、最近ちょっと難しくなりすぎたんで問題の傾向変えたりとか番組もいろいろまた工夫しながら、うん、5年やってるので番組としてももう本当にいろんな手数いっぱい出してって感じになってきてますね。一番専門的なのは何なんですか？僕は大学では経済学をやっていたんですけど、うん、どちらかというとクイズ番組とかはみんなが取れないところ取れないところで勉強してきたので、うん、クイズに出てる東大生とかってみんなスポーツとかが苦手だから、うん、もうスポーツの勉強いっぱいしてとかいうことで、とりあえず日日で攻めるみたいなのでずっとやってきましたね。じゃあそのクイズに関して伊沢くんが、はい、この分野が一番得意、この分野が比較的苦手ってのあるんですか？でも一番はやっぱスポーツかな。スポーツで早押しの形式で出してもらうのが多分僕一番得意で。あ、スポーツ得意なんですか？はい、スポーツが一番多分。まあ他人と比較してにはなりますけどね、苦手なのはでもやっぱりその漢字とかは、一個一個一対一対応で覚えなきゃいけないんですよね、うん。もう何かこう関連付けて覚えるとか関係ないので、そういう純粋な努力の手数が求められるやつだと、逆に言えば入門者も手つきやすいんで、クイズで売っていこうみたいになったタレントさんとかってそういうの強いんですよ。あ、結構います。漢字とかものすごい得意な人いますよね、はい、そういう人たちにはもう記憶の新しさで勝てなくなったりするんで、うん、漢字が一番足すくわれますね。一番好きなのは何ですか？好きなのはでもやっぱりあれかな、スポーツとかはもう単純に好きで見るようになっているので好きですし、あとでも映像を使った早押しクイズとかはもう単純に得意なんで好きですね、うん。ここ見ればいいんだみたいなのが多分他人より分かってるから、早押しのコツみたいな。私なんかあんまりその、基礎勉強してないので、はい、日本地図の中の、はい、県の形とか何も知らないですよ。あれはでも特殊ですね、本当に。あれ、もうみんな分かるでしょ、はい、自分の東京の形とかよく分かんない。確かに。だって私この間も言ったけど、四国の形分かんなかったから、それもうみんなにネットでバカだな。オーストラリアの形と四国の形、どっちが四国か分からなくないですか？いや、そう似てますしね。本当だから。全部覚えるんですか？形をきっちり。そう、そういうのもやっぱジェネレーションギャップがあって、僕らの世代くらいから都道府県パズルみたいなのが地域玩具で出だしたんですよ。だから、その世代的に多分20代がめちゃくちゃ得意で。で、今も僕、第二のジェネレーションギャップに苦しんでて、うん、今の10代って学習漫画がめちゃくちゃ充実してて、深いところまで書いてあるんですよね。漫画で。そうなんです。だから、高校生とかがもう字の知識量として子供の頃に覚えた知識とかがもう深いから、純粋に努力量とかじゃなくて勝てなくなってたりするんで、その教育の先端化に伴うジェネレーションギャップでどんどん下の世代が強くなるみたいなのはずっと悩まされてますね。あ、じゃあこれからもっともっとすごいのが出てくる場合もあるんですよ。世代交代ですね、そうなったら。世代交代。でももうなんか本当に格闘技みたいな感じで、ね、そうですね。最先端トレーニングで育ってきた若い世代に勝てなくなっていくみたいなのはもう本当格闘技みたいな、ね。芸術関係はどうですか？私はどっちかっていうと、絵画だとか音楽だとか映画とかね、もちろん古典芸能とか得意なんですけど、はい、そこら辺はどうなんですか？はい、僕もう逆にクイズで覚えるようになってから、楽しくなって見始めて、高校生クイズで優勝した旅行でルーブルに行かせていただいて、うわ、なんて素晴らしいんだと。
モナリザの反対側にかかってるカナの婚礼ってでかい絵があって、うわ、これ全然モナリザの反対側でお客さんいないけど、めちゃくちゃすごい絵だな、みたいなのを気づかせてもらったんで、クイズのおかげで教養が広がった感じでしたね。一歩目がクイズで、二歩目以降がその芸術の美しさ。まあ、クイズにはならないと思うけど、落語に関する知識はそこまでないでしょ。いや、ないですね。落語はやっぱ聞いてないとってのがあるんで、そこはもう積み重ねですよね、うん。落語専門クイズだったらもう絶対に勝てないと思う。あ、落語専門クイズ、それで私が負けちゃったらしょうがないけど、ね。三遊亭圓生師匠の18番は何ですか絶対叶わないですね。そう。あ、だから、伊沢くんも、それは、勝てないものもあるんですか？もちろんいっぱいありますね。やっぱ、専門家には本当に勝てないです。逆に言えば、その、専門家に勝てるようになっちゃったのも最強だなという感じがするので、そこをどんどん追い求めていきたいですね。だから、それがスポーツって言ったら私安心したんですけど、これが、映画とか、芸能って来たらば、うわ、これは大変なことになるぞって。プロ中のプロがいっぱいいますね。あの、夏ベルとかそこまで得意じゃないでしょ？いや、そうですね。昭和歌謡曲で藤山一郎の、曲がどうのこうのとか。藤山一郎まで行っちゃうともう本当わかんないです。ああ、青い山脈がみたいな。青い山脈しか出てこないでしょ？出てこないです。丘は花盛りとか山の川とか。知らないです、知らないです。そういうとこまで来るとやっぱり。勝てるものもあるんだな。そうです、そうです。ちょっと話、すべてでもう負けてるかと思ったんで。いやいやいや。あ、そうなんだ。じゃあ、夏目のクイズとか映画クイズとか落語クイズでやったらば、伊沢くんには勝てるんだ。逆にそれがあるから僕もずっとトレーニングのモチベーションがあるというか、いや、まあ、知れば知るほど知らんなってことがわかるってのはいいと思う。でも、この人は勉強家だから、じゃあ今度は落語クイズの番組をやりますよって、それが2月後だったらものすごい勉強してくるでしょうね。とりあえず、まあ、いろんな人に話聞きに行って、で、CD 聞いてみたいな感じになるでしょうね。やりたいですけど、まあ、それでも叶わないというのがやっぱプロのすごさというか、いろんな対策系の番組出てきましたけど、それでもやっぱりプロはすごいです。付け焼き場では絶対に叶わない。それがプロですね。なるほどね。小さい頃からなんかそういうの瞬時に覚えちゃうとかいう記憶力は良かったんですか？逆にこう何度も見たがるタイプだったので、同じ漫画何度も読んじゃうとか、そういうのが好きでしたね。それは私、伊沢くんと似てますね。似てます。何遍も同じの見ちゃう。だって私大人になって24のあの、はい、長いドラマを2回ずつ見てるんだよ。一回見て面白くて、なんで俺は騙されたんだろう。こ、はい、いつはどういう芝居をして俺を騙したんだか、気になるのがもう一回見ちゃったんだ、はいはい、そうか、深いところね。そうですね。好きな映画をもう20回、30回見たりとか。それが結局定着につながるというか、結局反復しないと、どうしても人間の記憶は限界があるので。男は辛いようは得意ですか？得意。いや、得意じゃないですね。よかったよかった。これは私、トラさん博士って山田洋次監督に、山田洋次監督が私に向かって、俺よか詳しいぞ、白くはって言ってもらったんで、あ、ここら辺は大丈夫だ。勝てるとこいくつかありますね。ゲストに呼んどいて、自分がこう、大丈夫だ、大丈夫だって。いや、もう全部何でも知ってるような感じがしたから、ね、どこまであの伊沢くんは知ってんだろうっていうのがあったんで。最終的にはやっぱり僕もクイズプレイヤーとして全知全能は目指したいので、ほら、それで全知全能で27だもん。まだまだね、私の年齢までだと30年あるんだよ。30年かかったら男は辛いよも落語も映画も全部行っちゃう可能性があるもんね。やっぱ名作古典と言われるものはどうしても触れておきたいなと思いますね。無理やりにでも知っておきたいなと。あの、かけろまに行った時に、その、くれないの花、虎次郎くれないの花、ちょっとロケ地見に行ったりとかして、あ、こういうところでロケしてたんだ、みたいなのをやりましたけど、それで、一回こう、映画見直したりとかして、ようやく反復、知識がつく状態だし。くれないの花は第何作？48？ あ、出た。やっぱり、偉い。よっしゃ48作ですよ。じゃあ、最後にあの、車屋からあの、タクシーに乗ってトラさんが帰るけど、そのタクシーの運転手の名前は？わかんねえ。すごいとこ知ってますね。犬塚博士。そこは出てこない。そこは、あ、よかった。よかった。よし。自分の戦いがあります、ね、自分のジャンル持ってきます。勝てることもあるんだ。よかったじゃないですか。じゃあ、ちょっとあの、クイズが出たところで、はい、今日ね、あの、はい、伊沢さんにクイズを出していただくということで、はいはい、いくつか問題を預かっておりますので、はい、ちょっと時事に関連したようなものを出させていただければなというところでございます、はい、じゃあ行きましょうか、はい、まず1問目、問題です、はい、2016年リオデジャネイロオリンピック体操男子団体総合で金メダルを獲得した白井健三選手が今月16日24歳という若さで現役引退を表明しました、ね、え、若かったですね、うん、本当に、あの理由としてはあの教える方が楽しくなっていうか、あ、それ来ましたね、日体大の助教、24歳で助教ですよ、助教やられてたってことで、自分に対してのことより
教えることの方が、生徒を見守ることの方がモチベーションになりましたっておっしゃってて、すごい若くしてすごいなと思いましたけど、落語家の方の若くして引退とかってあるんですか？いや、ないですね。ほぼ皆さんやっぱり積み重ねて。うん、廃業はあるけれども、途中で指導者にとかそういうのはない。あ、そうなんですね。まあ、やっぱり最後までやります、ね、ずっとプレイヤーでやりながら教えるっていう講座に上がり続けるんですね。やっぱりだからスポーツ選手ってこういう特殊なというか、やっぱり途中で辞めるっていう選択肢をどうしてもどっかで取らなきゃいけないっていうのは大変なことだなと思いましたね。うん、ということで、はい、ではじゃあ問題に参りますね、はい、若くして引退した選手の中でも変わった引退理由で知られるのがアルゼンチンのサッカー選手カルロス・ロア選手、はい、フランスワールドカップでは日本とも対戦したゴールキーパーで、キャリア全盛期の1999年夏、29歳にして突如引退します。さて、その衝撃の理由とは何でしょうか？やっぱスポーツできましたか。はい。ちょっとこれは、僕が知っているスポーツ選手の引退理由の中で一番衝撃的なやつですね。じゃあ、よっぽどすごいんだ。じゃあ、怪我したとか、家族の問題がじゃなくて、はい。サッカー場にお化けが出るからとか、その類でしょ、きっと。あ、もうでも本当そういう突飛なところですね。宇宙人が攻めてくるとか。いや、もう本当そういうところですよ。いや、いい感じですよ。いい感じ？早くもいい感じですよ。ちょっと今ドキッとしました、僕は。なんだろう。29歳で、でも、でもその、お化けが出るとか、宇宙人が、襲ってくるみたいな、そういう、荒唐無稽な感じだから。荒唐無稽な感じですね。突飛な。もうだから、アルゼンチンのこの国が滅んでしまうから、もう僕はサッカーできないとか。おうおうおう、なるほど。そういうことですか。では、答え発表しましょうか。はい。正解はですね、恐怖の大王が来て、この世が終わるから、それに備えるために引退したんです。あ、でもちょっと視力さん近かったですよ。あ、近い。近い。宇宙人が攻めてくるとか、近い領域に。いきなりすごいなと思って、僕はすごいドキッとしました、さっき。へぇ、そうなんです。これ、1999年夏というのが大事で、いわゆる。あ、これだ。はい。これだ、ノストラダムスだ。ノストラダムスの大予言の年ですね。あ、なるほどね。で、そのカルロス・ロア選手はですね、教会に所属してたんですけど、その教会が、まあ、終末論を唱えてるというか、はい、99年の夏に世界が滅びるぞと言ってたので、この年ですね、ロア選手、まあ、めちゃくちゃすごいサッカー選手だったので、はい、マンチェスターユナイテッドっていう、まあ、イギリスの名門への移籍が決まりかけてたんですが、突如引退して、家族と一緒に山の中で小屋で過ごしてたらしいんですね。終末の時を穏やかに迎える。じゃあ今はどうなったんですか？その後、まあ、単純に滅びなかったわけじゃないですか。なので、もう一回現役復帰をするんですけど、はあ、やっぱそこのブランクが大きくてですね、あんまりいい、大事で活躍できなくなっちゃって、で、アマチュアのコーチなんかをやりつつ、みたいな人生を過ごしていらっしゃるそうです。これは知らなかったですね。ちょっと衝撃的な。まあでもやっぱり、それだけその宗教観というのが彼らにとって大きいものなんだなっていう。宗教観ね、なんか、荒唐無稽なとか、バカバカしいっていうわけじゃなくて、本気だってことですね。そう、我々からするとそう思えるんだけど、彼としては本気だったと。まあでも当時から報道としてはなんていうかこうびっくりという報道はされてたみたいですけどね。あっちでも信じてた人はそこまでいなかったようなので、うん。とはいえその恐怖の大王騒動というのはこういうところにも余波を残していたんだなということですね。では続いて2問目参りましょう、はい。問題です。兵庫県の淡路島で長年放置され老朽化が進んでいる高さ100メートルの巨大な観音像の解体に向けた準備が今月14日から始まりました。はい、最近ニュースになってますね、うん。世界平和大観音像という個人が40億円出して作ったという100メーターの像を壊すか壊さないかでずっと揉めてて、うん、で爆破するかしないかで今揉めてますね、うん、みたいな話がありますけれども。中の展示物がなんかよく意味が分かんないっていうことを言ってますよね。そうですね、個人ね、なんか鎧兜とかこう並んでるだけで何の鎧兜とかよくわかんないみたいなね、はい、不思議な建物みたいですねさあ、はい、そんな中日本各地にはバラエティ豊かな仏像がいくつもありますが、その中の一つ愛知県碧南市にある応仁寺の五光子唯阿弥陀仏座像の他の仏像ではまず見たことのない特徴といえば何でしょうか、はい、こちら三択になります。三択。 A 天井から吊るされている、うん、B ガリガリに痩せている、 C メガネをかけている。さあどれでしょう。なんか聞いたことありますね。おー、さすがですね。不思議な仏像なんです。ものすごいなんか骸骨みたいなやつじゃない？痩せてる。 B ですか。
多分そんなような気がするな。でもそれが、愛知県だったかどうかわかんないんだけど。なるほど。なんか V サインしてるっていうね、仏像の写真を見たことがあります。あります。なんか変わった仏像っていう画像なんかで見たことが、はいはい、その中でですね、その V の仏像あるんですけどね。これとは別です、ね、これとは別に、安入になる。すごい痩せてるような。だから、か天井から吊るされてると見たこと、それなんか変な面白画像みたいな。はい、B だな、多分。B でいきますか ?C かな。メガネかけてる。で、う、は、ん。だって昔メガネ、あ、そうか。でも仏像できてるかも。では、正解発表しましょうか。正解は、お見事 !B でございます。ガリガリに痩せた。まさにその通りです。ね、多分ご覧になったものかと思います。この仏像はですね、まあ非常に特殊で、この、五行四位阿弥陀仏座像というのは、大体こう髪の毛がめちゃくちゃ伸びた、ちょっとふくよかな像で描かれることが多いんですけど、もう骨張って、もう今にも死にそうなガリガリの仏像として、作られてるんですね。これなぜガリガリかというのがよくわかってないみたいなんですけど、一説によると、地元の方がですね、地元の農家の方が、お賽銭目当てで珍しい仏像をつければ、儲かるんじゃないかということで作ったんじゃないかということがですね、ミステリーな仏像という本に書いてありました。仏像って本当は痩せててもおかしくないね。あんまり福岡だとなんか裕福な感じがしちゃうもんね。修行者ですからね。この五行四位というのもめちゃくちゃ考え続けた仏像というテーマなので、考えた結果痩せてるのはまあ確かにって感じがしますよね。なるほど。まあ二つクイズを出していただいて、もっと行きたいところなんですが、お時間になってしまいましたのでね。ありがとうございました。はい。先週の土曜日に放送された伊沢拓司のオールナイトニッポンゼロ、まだラジコのタイムフリーで聞くこともできますので、はい、こちらもお聞きになってください。はい、ありがとうございます。今日のゲスト伊沢拓司さんでした。どうもありがとうございました。6月21日月曜日、時刻は午後5時を回りました。立川志らくです。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで、期間未定で月曜日は立川志らくさんとお送りしています。で、生存確認テレフォン5時の辛坊です。辛坊さんがね、サンディエゴに到着したらこのコーナー終わるものとばかり思っておりましたけれども、はいはいはい、まさかのヨットで帰ってくるという展開で、ということですからね、結果、はい、まだまだこのコーナーは続くということでございます。うん、で、現在辛坊さんのいるサンディエゴの時刻は深夜の1時くらい。まあ、ですからちょっとね、辛坊さんの体を考慮いたしまして、事前に収録した音声をまずお送りいたします。はいはい、辛坊治郎はいつ日本に向けてサンディエゴを旅立つのかというあたりも、私今日のお昼にちょっと聞いていますので、お聞きになってください。さあ現在の時刻、日本時間6月21日月曜日、お昼の12時27分ですね。いつもよりちょっと早いんですけれども、サンディエゴにいる辛坊さん呼んでみましょう。辛坊さん、はい、どうもこんばんはって言いたくなるんですよね。 こんばんはですね。こっち夜ですからね。夜の8時、こちらの時間がですね、はい、サマータイムで1時間余計に時差があるんですけれども、もう夜です。8時27分です。あ、そうですか。少しはだいぶ寒いっすよ。あ、寒い。疲れは取れました、うん、ありがたいことにですね、毎日ご飯会みたいなものがあってですね、特に今日はこちらに来てから知り合った方でですね、その人がいなければ多分ね、もう全く話にならなかったっていうぐらい、助けてもらってる方がいらっしゃるんですよ。その方日本の女性なんですけどね、旦那さんがアメリカ人の方なんですが、でその方の家に今呼ばれてご飯を食べさせていただいてですね、驚いたのが、そこの家の玄関先に体重計が置いてあったんですよ。それで感覚的に10キロ痩せてるなっていうのもあったんですが、アメリカに来て初めて体重計に乗りました。はい、140パウンド。それ何キロなんですか？63キロ。それもね、服着て靴履いて63キロ。僕ね、日本にいる時体重74キロだったんです。そうだったんですか。だから10キロ痩せてるってドタカンで言ってましたけど、実際は13キロぐらい痩せましたね。あららら。ら、まあ、日本でもね、辛坊さんの見た目については結構話題になっていて、やっぱりその痩せたっていうことと、ひげ面っていうのがかなりね。ひげはね、ひげは今日のこの日本放送の収録直後にですね、ハサミでジョキジョキ切ろうと思います。え、自分で？というのがね、
自分で明日散髪行こうと思うんですけど、うんうん、アメリカの散髪屋はヒゲ剃りなんかしてくれませんから、だからヒゲだけはもう今日中に剃っとこうと思って、で剃るっつったってね、こんだけ長くなるとヒゲ剃りじゃ剃れないわけですよ、だからとりあえずまずはハサミで切ってですね、で切った後の残りをカミソリで剃るとそういう段取りですね、うん、今日ツイッターなんかですとね、役所広司さんに似てるとか、いや参ったなどうも田島陽子さんなんかはとてもひげ面がいいというふうに気に入ったというふうにおっしゃってました。田島陽子さんが褒めてくれてるんですか。そうなんです、そうなんですよ。もう即刻剃りますこれもなるほど。でね、まあ、私たちすごい気になっているのがですよ、ええ、まあ、辛坊さんがいつね帰ってくるのか、そちらをいつ出発するのかっていうのがもう最大の関心事なんですけど、これねもう今ほぼ決めました、うん、こちらの時間の火曜日の朝に出ようと思います。火曜日の朝だから火曜日の朝だから、そちらの時間で言うと水曜日の夜、あ違うか、水曜日に日付が変わったぐらいっていうことですね、きっとね。あそうかもしれないですね、水曜日日付が変わったぐらい、うん、そうですね、こんな感じです、はい、意外と早いですね。いやだってね、1日遅れるとそれだけ日本で台風に遭遇する、はい、可能性が高まるわけですよ、だからお盆前までになんとかならないかなと思ってるんですが、多分ちょっとそれはギリギリかもしれないですね。なるほど、ま、じゃあ水曜日からは5時の辛坊ですっていうのは普通にできるっていうことですもんね。よろしくお願いしますね。ちょっとなんで黙るんですかということで、はい、ありがとうございます、はい、今日のところはそんな感じで、また明日お願いいたします。はい、お願いします。失礼します。うん、元気そうでね、それはいいんだけども、元気ですね、戻ってくるっていうのがもう当たり前のような話ですね。ね、ちょっと気持ちが変わったから、ね、皆さんすいませんね、やっぱり酔ってて戻ってきますから、うん、ご心配なさらずにか、なんかいやいや、なんか当然のようなことで、まあね、白木さん正論ですよ、ほんと正論、そういう言葉はね一言たりとも聞いてないですからね13キロ痩せたら帰ってきたらまた13キロ痩せるじゃないですか大変ですよね、そんなに痩せちゃったらさて、実は今現地サンディエゴにいる鍋谷直樹ディレクターと電話つながっているので、ちょっと呼びかけてください、はい、鍋谷さん、立川志らくです、ね、はいはい、ご苦労さんです、よろしくお願いします。今こちらもずいぶん遅い時間ですけども、今辛坊さんどうしてるんですか。辛坊さんはですね、もうあと30時間後にはサンディエゴから日本に向けて再出発するということで、体調を整える意味もあってですね、うん、今日はもうこちらの9時ぐらいにはもうお休みになられました。どこで休んでるんですか。収録が終わった後すぐ、ヨットでですねずっと休んでおられますね。ホテルとか取らずに、一応ね、私ホテルのハーバーから近いホテルを取ってですね、はい、まあ、ツインで、まあ、仮眠していただいたり、まあ、寝ていただいても行けるように用意はしておいたんですが、やっぱり辛坊さん曰く、一度そういう現世の恵まれた環境で、うん、どっぷり使っちゃうと、うん、もうとてもじゃないけど帰りよっと持って帰る気になれないということで、結構ご自身を帰りもヨットで帰るんだというところにこうずっとこの4日間追い込んでる感じでしたね。はあ、それに対してもう心配している、スタッフだとかみんなに言葉はないですか、なんか申し訳ないねとかリスナーのファンの人に心配かけちゃってごめんなさいねとか、みんな着いた時の感動の気持ちはどうしてくれんだとかいや、でも、端々で、日本放送ありがたいねっていうような、ニュアンスのことは、よくおっしゃってましたけどね。いや、それはそうですよ。それはありがたいですよ、それ。待っててくれるっていうのはありがたいね。それは待ってくれないですよ、そんな。そうですよね。伊沢君みたいな人がだってラジオ番組欲しいって言ってんだから。そうなんですよ。はい。じゃあもう確実に30時間後にはヨットに乗って、はい、また、大変な冒険が始まるってことですか。そうですね。辛坊さんの言い方で言うと、行き品の、まあ、行きの太平洋のちょうど真ん中が、一番日本とアメリカって、こう、なんか現世から離れたところで、こう、異次元の体験が一番できたと。そこが一番、こう、自分にとっては今回の旅の山だったと。うん、で、まあ、サンディエゴにたどり着いて8年前の自分の中での旅がこう完結したというところで、まあ帰りはおそらく辛坊さんにとっては純粋にこうプライベートな、ちょっとこう気も緩まった、
開港の旅になるんじゃないかなと僕はお話を聞いてて感じたんですが。そうですか。じゃあしばらくの間は、はい、またあの生存確認テレフォン、そうですね、その前は5時の鍋谷ってコーナーになるみたいですけど、あ、恐縮です。鍋谷さんからご覧になって、はい、辛坊さんってほら、なんかこう悟っちゃったような感じがね、5時の辛抱でずっとしてましたけれども、はいはいはい、どうですか、実際お会いして話してみて。あのね、僕もちょっとそこが不安だったんですけれども、はい、到着したその日の夜はですね、少しこうランナーズハイのような状態ではあったんですが、あの翌日以降はですね、だいぶ落ち着かれて、あのまあいつもの辛坊さんという感じで、あのこちらから日本のこうニュースとか世の中の動きはもうあまり言わないでおこうと思ったんですけども、3日目ぐらいにですね、辛坊さんの方から、ところでオリンピックやんのかとか、やるかやらないのか決まったのかとか、あのコロナ若い世代に広がったり、こう重症化が広がったりしてんのかねみたいなことを、あの辛坊さんの方から聞かれることがあってですね、徐々にあの帰ってまた有楽町のスタジオに戻るスイッチは入りかけてるんじゃなかろうかと。じゃあそのように思って、はい、待ちたいと思います。なんかね、はい、鍋谷さんもね、深夜にどうもありがとうございました。いえいえ、何をしてますやら。はい、明日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ズームそこまで言うか、このコーナーニュースデスク森田さんに入ってもらいます。お願いいたします。はい、お願いします。ではこの時間特集するニュースはこちらです。ロシアの駐米大使再びアメリカへ。ロシアのアントノフ駐米大使は昨日、米ロ首脳会談を受けてアメリカへ戻るためモスクワの空港を出発しました。今年の3月、アメリカのバイデン大統領がテレビ番組で、ロシアのプーチン大統領は人殺しという認識を示しました。これに反発したロシアは駐米大使をロシアへ、またアメリカ側も駐ロシア大使をアメリカに呼び戻していましたが、米ロ首脳会談での関係改善によって任務に戻ることになりました。さあ、専門家お招きしています。明治大学政治経済学部教授で、ワシントンのアメリカン大学元客員研究員の海野素央さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。海野先生、まずその前に今ニュース速報が入ってきまして、はい、東京オリンピックパラリンピックに向けて、東京都と IOC 国際オリンピック委員会などの代表者による5者協議が先ほどから開かれておりますが、東京オリンピックの観客数の上限は会場の定員 50% 以内で最大1万人にするということを正式に決めております。まあ、ただ感染状況が悪化した場合には柔軟に対応する方針ということで、オリンピックの観客上限最大1万人ということがつい先ほど決定いたしました。はい、わかりました。それでは海野さん、はい、今回の米ロの首脳会議は結果からすると成功だったんですかね。良かったと思いますよ。はあ、それは米ロで核を使ったら勝者はないんだということをまず確認した。そしてやはりバイデンさんはですね、ロシアからアメリカへのサイバー攻撃がエスカレートしてましたから、どうしてもそれをストップさせたい。そこで16分野をリストして、その紙をプーチンさんに手渡したと言ってました。これを攻撃してはいけないんだと。ですがそこで釘を刺したわけですよね。でやはりロシアのサイバー攻撃というのは、そのパイプラインを狙った。そうするとガソリンの価格が上がりましたよね。はい、そして食肉の加工メーカー、で、その16の分野には水道も入ってるんですよ。はい、つまりアメリカ国民の生活と直結している問題ですから、そうなるとやはり支持率とも関係してきますからね。で、どうぞ。あのロシア側からすると、はい、今回はあの手応えはあったんですか。アメリカ側はこれうまくいった。ロシア側はどうですか。ロシア側も嬉しかったんですよ、プーチンさん。というのはですね、オバマさんがですね、ロシアというのはもうもはやですね、地域の大国だと、地域の大国だと、グローバルな大国じゃないんだってことをオバマさん言って、でもうプーチンさんともロシアのプライドがズタズタにされたわけですよ。それをバイデンさんがですね、冒頭ですね、ロシアを大国だって言ったんですよ。ああ、それで嬉しい。それはもう、プライドを立て、もう一度復活。でもその前に殺人者人殺し。殺人者人殺し。それでね、両国の大使が一時帰国してる。魂のない人間、もうバイデンさん。覚えてるでしょ、覚えてるんですけども。大国だって言うと、それ消えますかね、それ。それはやはり、プーチンさんが今回、
遅刻してこなかったっていうところですよね。今までのエリザベス女王とかドイツのメルケル首相を待たせたことがあるプーチン大統領なんですよね。うん、そうです。それが時間より前に着いたんですよね。そうです。パワーゲームですよ、プーチンさんがやるのは。ですけども、やはりその中国の影になっちゃってるんですよ、今ロシアが。大国って言えば、米中で、うん。で、ロシアっていうのはジュニアパートナーみたいな中国の。それでしかもオバマさんから地域の大国なんて言われて。うんうん、ですから、もうプーチンさんやっぱり、もう世界の舞台に立って久しぶりに、そしてバイデンさんと会って、で、バイデンさんも分かってるんですよ。うん、どうしてもサイバー攻撃を抑えたいから、そこで大国っていう言葉を出したんですよ。うん、ですから、プーチンさんは、記者会見でバイデンさんの印象について聞かれたら、うん、バイデンさんというのは非常にバランス感覚があったと、うん、非常に実務的だと、で帰国してからもプロフェッショナルだったって、うん、称賛称賛称賛なんですよ。もうそこで、いやでもあんなこと言ってましたよって突っ込む人いないですか？そこはやっぱちょっと気になる。おそらく師匠は突っ込むでしょう。そこまで言うからですから。でもあの人はさ、あなたのこれ人殺しって言ったんだけど、それはもう、忘れてたんですか？忘れるくらい嬉しかったんですよ。大国って言われて、中国の影に隠れてたわけですよ。ジュニアパートナーみたくて、オバマさんが地域の大国だなんてもうプライドない、ないじゃないですか。これでサイバー攻撃やむんですか？でもそんなことで。いや、サイバー攻撃は、これ結局どうなったかというと、はい、共同作業チームができたんですよ。はい、っていうことは、プーチンさん認めてないんですよ。うん、これはロシアの、ロシア関与してないんだと。うん、ですけども、バイデンさんはもう情報機関がロシアの関与っていう確固たる証拠を掴んでるわけですよね。うん、ですから、バイデンさんとしては、ですけども、抑えたいので、とにかく、うん、バイデンさんの本音っていうのは、本丸は中国なんですよ、うん。中国に時間とエネルギー費やしたいんですよ。ロシアに費やしたくないんですよ。ですから、16のリスト出して、バイデンさんおっしゃってましたよ、うん、脅さなかったって。だけどこれほとんど脅しですよ。だってバイデンさん自分で言ってましたもん、サイバー分野では極めてアメリカは能力が高いんだと、うん、アメリカがサイバーでロシアを攻撃したらパイプラインインフラどうなると思いますかってプーチンに言ったって言ってます。それとは脅しじゃないですか。脅しですよね。バイデンさん脅してないって言ってる。ということはロシアがどこかこの16のインフラの一つにサイバー攻撃をアメリカに仕掛けたら、あのレッドラインを超えたってことになるんですか？おそらくですね。やり返されちゃう。レッドラインですよ。これおそらく超えてはならない一線っていうのはもちろん核使うっていうのはそらそらそうですけども、うん、バイデンさんの気持ちはですね、この16の項目なんですよ。私は一個でもロシアがサイバー攻撃を続けたらアメリカも仕掛けるよと。仕掛けるよ。よっていう。それはロシアにとってはものすごい不利なことだと。不利ですよ、うん。それは。ですからバイデンさん、あえてそれ言いたかったんですよ。アメリカはサイバー分野で高い能力を持ってるんだと。うん、アメリカが仕掛けたらロシアはどうなるんだろうかって。持ち上げといて落としてって。落としてって。なんかマフィアの会合みたいな感じだと。なんか映画とかであるでしょ、そういう感じが。ゴッドファーザーとか。すごいですよね。殺人者から大国だって。これあとパイロットのサングラスを送ったっていうね。これはどういう意味があるの？これはですね、この、アメリカの御用達の、サングラスの会社なんですよ。東部のマサチューセッツ州にある。6週間かけて作られるサングラスらしいですね。ハンドメイドで、うん。それで、これはですね、アメリカ製っていうのは、バイデンさんがバイアメリカン法を使って、はい、アメリカの製品を買い取るんだってことを選挙から約束してましたよね。はい、それがまず一つ意味あるんですよ。それは選挙公約が入ってるんですよ、はい。そしてサングラスっていうのはプーチンさんもかけるんですよ。はいはい、バイデンさんもかけるんですよ。共通の趣味というか、うん。だからそこでサングラスだったんですよ。あ、そういう意味がある。バイアメリカン法公約果たしてますよ。うん、メイドイン USA ですよ。政府が調達するってことを選挙から言ってきましたよ、バイデンさん。だから、メイドイン USA 買って、はあ、アメリカ軍が調達してるんですよ。うん、そういう意味がね。で、サングラスで、っていうことです。なるほど。お時間になってしまいました。今日は運の元尾さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。エンディングリクエストは、私、立川志らくが選曲しました松村和子の帰ってこいよ。これはもう、もう辛坊さんに向けた曲です。帰ってこいよって、ね、もう。まさにこの気持ちですよね。そうですよ。ね、この曲を聴くとね、はい、もうこれ辛坊さんに聞かせましょう、これ。帰ってこいよ、帰ってこいよって。
本当ですよね。ちょっと暗示にかけたい感じしますよね、はい、聞かせてね。さあ、お聞きの日本放送、この後はショーアップナイタープレイボールをお送りします。そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターはジャーナリストの有本香里さん、6時台からのご登場になります。対中非難決議の見送り問題について伺います。また今週は1都3県ワクチン接種体制の現状と題して、7時台には毎日特集を組んでお送りしています。明日は神奈川県の情報をお伝えします。で、午後3時半からのこのズームそこまで言うか、明日の助っ人パーソナリティは元 KBS 京都の竹内浩一さんです。で、ゲストは堀場製作所、代表取締役会長兼グループ CEO の堀場敦さんがリモート生出演になります。明日もぜひお聞きになってください。今度辛坊さんと電話つながったらずっとこの曲かけてみましょうね。何も言わずにずっとかけて、少しずつこうプレッシャーをかけて ね。そうですね。こういうところからじんわりじんわり攻めていかないとね。みんながどれだけ心配してるかってね。本当ですよ。応援はしてるんだけど心配をしてるわけですから。はい、まあ、あの辛坊さんが帰ってくるまで私は頑張ります。お願いします。はい、ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は立川志らくと増山さやかでした。それではまた明日も聞いてください。